はい、それでは問題お疲れ様でしたじゃあ見ていきましょうで図はこんなところですかねえー、A が B に売ったところが A は自分じゃない誰だか分かんないですよね誰だか分かんないから図書きにくいですけど他人物を売ってしまったって言うんですよねで、まあ、問題文見ると A が B、はい、売ります B に A が A の所有に属しないことを知らず B が A の所有に属しないことを知っていた要はまとめるとこうです売り主は 自分のもんんだと思ってたんですよそれを売ったところが飼い主は「こいつ売り主あれ自分のもんじゃねえ持ってるどう落とし前つけるか面白い買ってやろうじゃねえか」とそういう状況なんですよねこんな問題見たことありますテキストに載ってる本ほとんどないですよこれで聞かれてるかはコーです B が解除できるかうんうんじゃなくて A が解除ができるか聞いてんですよ で、A が解除できるとき、できるかどうかなんですが、そもそも、今回 A さんが他人のものを知らないで売っちゃいました。B は知ってて買いました。じゃあ今回 A さんが他人に、すいませんけど私うっかり売っちゃったんで、私に売ってもらえませんか ?B に引き渡さなきゃいけないんで、でお願いしたら、この他人さんが嫌だって言ったら、これ A 買えないんですよね。要は買えないんですよね。自分のものなれないですよね。慣れないことは B に引き渡しできないんですよね。そんなのがこの問題なんです。 要するに引き渡しできない移転できない時はさあ解除ができないかって聞いてるんですけどそもそもこの問題 A は仕入れができない要はこの他人物を買い取ることができなければ B に渡せませんもうねごめんと解除するしかないんですよ A はじゃあその解除してごめんなさいって誤って契約なかったことにしないとどうしようもない状況なんですがその時に B が A のものでないと,と知ってて、ね、知ってるんですこれ知ってるって皆さん悪意ですよね悪意という言葉ありますよねそう知ってることです知ってた人がこの A に対して何だよお前移転できねえなんだから損害賠償だって言えるのか損害賠償する必要があるのか A はっていう問題なんですどう思います覚えてポンじゃないですよね覚えてたらなんか変な勉強してますよでもこれ覚えてなくてもまずはね考え方として民法って考え方があるんです まあ大体10個に集約されます難しい問題出た時に悪意の人って保護されません善意の人って保護されるこういう流れは皆さんお勉強していてありますよねなぜなら善意の人っていうのは取引安全のほうなんです知らないで買っちゃった人を保護するんですところが今回飼い主は知ってるんです知ってるんです他人のものを A が売ってんだこいつって知ってるんです A は知らないんです ええ、面白いじゃねえかどうとしまいつけるか見てやろうぐらい思ってるんですよそんな人に対して損害賠償する必要あると思います考えてください解除してごめんって謝るけれども、ええ、B は知ってたんです A は知らなかったんですそれなのに事情を知らない善意の人が悪意の人に損害賠償しなきゃいけないっておかしくないですかうんだからここのところは結論こうなります損害賠償するる必要があるのか いやー、悪意の人には損害賠償する必要ないんじゃないかな。賠償しなければ A、B 間の解除はできない。これは賠償しなければできないは罰じゃないかなって、どうでしょういけませんでしょうかうん、これ罰のしです。実はこれって過去問なんです。過去問なしなんです。気づいてない方もいるんですけど過去問なしです。結構昔からこうやって、なにこれっていう知識出てるんですよね。それがもう最近はそのオンパレードなんですよ。 そこでただ覚えてポンの問題がなかなか出なくなってきた、ね、だからこのですね、うん、私はですねなんとかやっぱり取りたいですよね難しい問題は取りたいですよねでも難しい問題取るために覚える覚える覚えるやると余計ダメなんですもう直前期権利なんてやってる場合じゃありません行方制限固めなきゃいけないんですでもやっぱ取りたいですよねまあそんな時にですね素晴らしい講座があるんですねこちらの講座でございます 民法ロジック10条この下の方が、まあ、今のエッセンスです今の実際にこのロジック10っていうやつでやるんですが民法って考え方10に集約してみましたその考え方をもってすればもし分かんない問題出たらあれロジックであんなこと言ってたなきっとああいうこと言ってたから丸かなっていうのが当たる確率がぐっと上がります要するにただ勘で分かんないから勘でやるよりもこっちのがマシかなっていうその考え方って本当にシンプルな考え方なんです その10個の考え方に基づいてアプローチして問題解くと全然難しい知識も結構できたりするんですよね実際昨年の問題なんて知識でポンで取れる問題ってほとんどないんですよまあせいぜい3問か4問ですよあこれは大変な時代ですよねだけど考え方をもってすればまあ去年だって合格者で10点ぐらい超えてる人って結構いますよ そう考えるとこの民法ロジック10か条民法ってあまり時間がない中考え方でアプローチする、ね、非常にです、ね、おすすめの講座になってますねあとは視聴論点合格59っていうのが、ね、これはあの、ね、業法と制限ですもうみんなができる問題はもうやりませんでマニアックすぎるのもやりません合否分ける問題です要するに合格者は取るけど不合格者は取らないそれをチョイスしてガンガン出しますそういうところをこの最後の最後に追い込みの時にやることによってできる問題は皆さんやってりゃできるんです えー、もうできない問題はもう捨てちゃっていいんです、その合否を分ける、これは取りたい、ちょっと難しいけどね、えー、引っ掛けたけど取りたいね、そういう問題を、ね、扱っていきます、まあ、それがこちらのね、えー、必勝論点59民法ロジック10か条という、えー、このテーマでやらせていただきますんでね、まあ、ぜひ皆さん、ですね、えー、ウェブでも生でもね、えー、ぜひぜひいらっしゃっていただいて、合格の原動力にしていただければと思います。はい、ぜひよろしししくおおお願いまますすすそれれでで、ねえー、れででででははね私の話こ終わりますお疲れ様でした